三つ目こしらになります。じゃん、7分の1の法則で、はい、ということで、はい、あの時間帯的に、はい、だってみんなが決まってる時間で、会社行ってる時間、はい、寝てる時間、ご飯食べたりお風呂入ったりする時間って、それ以外の時間しかないじゃないですか、自分の時間って。ですよね。で、加藤さん、はい、いろいろね、今日ご紹介した、はい、他にもいろいろされてるんですけれども、そんな時間ってどうやって作ってるのかな、心がけてることありますか？やっぱりね、夜とか朝しかないじゃないですか、うん、はい、それでね、あの自分でずっとこう今言った7分の1っていうことなんですけど、うん、はい、1週間7日ありますね、うん、で1日に自分の中の一つずつ何かやるべきこと、やりたいことをこう振り分けるわけですね、はい、でそれを こなしていくというか、はい、それを淡々とやっていくだけだっていうことなんですね。それが自分の中で7分の1と言ってるやつなんですね、はい、はい、例えばどういう7つあるわけですか？7つやるべきことみたいなことをね、うん、あったとすると、一つは忘れちゃえば、忘れちゃえば、みょうがの食べ過ぎて、地域のため、自分が住んでいる場所のためになんかできないかな、うん、もうちょっと広く言ったら社会のためになんかできないかな、はい、それから大事なのは自分のためのこと、自分のため大事ですね、はい、それからとりあえず家族の、とりあえず大変です、ね、それから友達のためにもなんかやった方がいいと思うんですね、はいはい、それから当然サラリーマンだから会社のため、はい、会社のため、はい、それとあと一つは予備、予備、予備ないとダメです。あ、予備ないとぎゅうぎゅうになっちゃいますから。あ、ご参考になりますね。予備っていうスケジュールも入れると、予備っていうスケジュールも入れておくっていうことですね。でそれを1週間7日なんで、別に月曜日はなんとかっていう意味じゃないです。7日の中でそのことがこなせてたらいいなと思うんです、ところがその通りなんかいかないですよね、はいはい、でそうすると例えば、うん、友達と今日飲みに行こうかっていうと、うんうん、友達のためになってるし、はい、自分のためにもなってるし、はい、そこでお金使ったらもしかしたら社会のために、地域のためになってるかもしれないまあそれはもうこじつけでいいんです、そうすると今日1日で3つこなせたことになると、うんうん、他の2つは例えば家族の触れをもうちょっと今日大事にしようとか、うんうん、それから、はい、今日はどうしても残業だよって、例えばアフターファイブだけの話をすれば、ね、残業当然皆さん私もありますから、はいはい、そしたら毎日残業だと他のことできなくなっちゃうと、そうですね、こうやろうと思っちゃうとストレスが溜まっちゃうんですけど、うん、でもどっかでバランスが取れてるなと思うと、うん、そんなにストレスじゃなくて結果的にできてるなと思ったらいいかなと、うんうん、加藤さん別に残業週1に決めてるってわけじゃなくて、そんなんだとクビになっちまいますよね今日はできません、今日はできません、家族のための日ですからクビですね、それもねいやだけど、あのそういうこう緩いくくりの中でも、うん、一応こういうのを、まあ、7つのこの法則をね、頭のどっか片隅に置いとくことで、あ、今週これとこれとこれと、あ、じゃあなんとなくクリアしたよしっていうふうに思えるかどうかって大事なことかもしれませんね。だから自分をちょっとね、許してあげなきゃダメな時もあるわけですよ、うんうん、で仕事が忙しい時は、はい、じゃあ本当はなんかとっても家族に例えば、うん、だけど次の週にとか、うん、3週間後に家族と2日間ぴったりといられたら、はい、2週間3週間でバランス取れてますよね。そういうふうに思いますね、うん、そうか、本当にこう自分が社会ばっかり、あと仕事ばっかりとか偏らないように、うん、なんとなくこう金曜あの振り返れる、なんとなく振り返るきっかけっていうんでしょうかね。で今ちょっとこっちが多いなとかっていうふうに、うん、こういうふうに思ってると、うん、なんとなく感覚的に分かってくるんですよね、うんうん、ああなるほど、うん、いいですね、こういうこうちょっとバランスの取り方、はい、あと川柳をひねってる時って時間帯どのあたりとかありますか？これ自分のための時間ですよね、川柳はね、うん、でこれはね、朝の方が調子いいですね。あ、はい、でね、仕事開始して疲れてるとやっぱりこういうのって浮かんでこないんですよ。なるほど、そうですね、だから、うん、土日の朝5時半、うん、おー、休みの日朝早起きしちゃうんですね。土日の朝はだいたいこう、まあいろいろやってることのもう文章作ったりとか、はい、そういうことをやってますね。土日は早起きです。あー、すごいな、そこが違いますよね。年取るとだんだんほら朝早起きになってくるじゃないですか目が覚めちゃうって、うん、そうそうそう。でね、今某あの公共放送のラジオ英会話っていうのあるんですけど、 あ、はい、あれをのまとめ聞きをパソコンでするんです。それがだいたい土曜日の朝5時半はそこから始まるんですね。1週間分ラジオ英会話を聞いて、うん、それから川柳をやってって
いうのが土曜日の朝で、だいたい朝の8時ぐらいには一通りのこと終わって、はい、こんな髪をくりしたうちの奥さんが起きてきて、うんうんうん、で今日はどっか買い物行こうかとか遊びに行こうかっていう時間には自分の用事が終わってるっていうふうにはしようと思ってますね。あ、なるほど、うん、朝っぱらから休みの日に昼まで寝てるパパじゃないんだ。ちゃんと朝の日には、もったいないじゃないですか。あ、そうですね、うん、もったいないですね。もったいないんですよ、うん、寝てられないんです。もうちゃんとビシッと朝のうちに用事休ませて、休みの日は休みの日でも朝からいいよ、何でも OK、ウェルカムみたいな感じで8時ぐらいにね、うん、やってると1日の行動が広がりますよね、うん、でもそういうことやってて午前中ってなっちゃうと午後からってなると、うん、どっか行くとこもちょっとね、うん、そう制約が出てちゃうからね。そうですね、うん、そんな感じですよ、うん、そうやって時間のやりくりをね上手にされてるんだなと思います。こういう話を聞いてると、あのよくありがちな男性のその定年退職してからね、俺何やろうって、うん、やるものなくて奥さんの後お前どこ行くの、私は今日は町の会に行くのよ、じゃあ俺も族って言うらしいんですね。俺もって言うんだって、そういうふうにならないね加藤さんね。うん、どうですかね。いっぱいあるもん、忙しい、なんかいっぱい忙しいですね。いいと思います。そうやって自分の時間を上手に使いながら、地域のため家族のため自分のため、はい、お友達のため、みんなにね、あの時間をちゃんとこうあの配分できる、自分の時間の使い方、はい、で私も真似したいなっていうふうに思いました。十分じゃないですか。頑張ります。365日ちゃんとできちゃってるからすごいですよ、うん、頑張ります。頑張ります。その隙間を縫って遊ぶ時間もね、予備の時間も入れるっていうのを教えていただきましたからね、うん、そうそうそう、大事ですね、はい、皆さんもぜひ参考になさってみてください。ぜひぜひ、はい、今日のゲストはアマチュアバンドコミュニティ札幌主催の加藤義弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。